とは、中国春秋時代の諏訪への皇族で最小。聖は、死は、意味名はおと、字は死文。その君主の若公の子の白皮の子。精錬で知られ、即死の検証と言われる。以下、死文の名で記す。白皮がこの娘と密通して、死文が生まれた。娘は死文を、雲動沢の中に捨てたが、狩りに出た子が虎に育てられた死文を見つけ、 娘が育てることを許したとされる。紀元前664年、霊院に抜擢されると、死罪を投じて、その財政を救った。聖王は、貧乏で食いつなげなくなった、自分のために何度か放牧を増やそうとしたが、その度に、自分が下アし、取り消すと戻ってきたので、ついには諦めたという。代わりに、自分が盗聴するたびに、 肉の紐の一束と朝飯一籠が送られ、この習慣は後に、諏訪江の霊院に受け継がれていくようになった。弟の子良の子の故障が生まれた際に、必ずこの子を殺しなさい。姿は熊や虎のようで、声は山犬や狼のようである。きっと我々、若公子に害をなすだろうと言ったが、子良は聞き入れなかった。臨終の際には一族を集めて、 ココシが政治を取るようになったら、諏訪へを離れて、難を逃れるようにせよと言いう意味し、若公司の霊魂は、飢えることになるだろうと泣きながら、若公司の滅亡を予言した。自分の死後、ココシは予言された通り、明君総王に背いて、若公司を滅亡させた。しかし、総王は、あの、自分の家系が途絶えたとあっては、私は人に善行を進めることができなくなると言って、 国外にいて乱に加担しなかった一族の勝つに後を継がせた。ありがとうございます。